島根県出雲市の出雲大社は、日本最古の歴史書、古事記にも記されるほど長い歴史を誇る神社です。一般的には出雲大社という呼び方が広まっていますが、正式名称は出雲大社と言います。毎年10月には、全国から八百万の神々がここに集まるということからも、縁結び信仰の神社となっています。10月は神無月と言いますが、出雲では神在月というそうですよ。出雲はとても神聖であり、かつ謎めいた場所でもあります。今回は、出雲大社にまつわる謎をご紹介したいと思います。まず一つ目は、出雲大社の参拝の仕方にあります。一般的に神社をお参りする際には、拝殿の前に立って、二礼、二拍手、一礼をすることが作法となっています。しかし、出雲大社の場合は、二礼、四拍手、一礼をすることが作法と言われているのです。なぜ四拍手なのかについては、いくつかの説があるようです。人の霊魂は天とつながる一霊、なお人、四つの魂から成り立つという一霊四魂が由来となっている説や、東西南北を守護する詩人に対して敬意を示しているという説、などなど。現地の案内ガイドさんは、幸せの死を意味している、と説明してくれるそうですが、いつ頃から四拍手になったのか、4回である理由も明らかにはなっていないようです。ちなみにこの二礼四拍手一礼は、新潟県の弥彦神社や大分県の宇佐神宮、東京都の桜神宮でも行われているそうなのですが、何か関係があるのでしょうか。そして二つ目は、出雲大社はかつて大神殿だったという説です。現在の出雲大社本殿は、高さ24メートル、面積約99平方メートルもある巨大な木造建築物です。しかし、大昔の本殿は、その2倍の48メートル、もしくはそれ以上の高さを誇る巨大神殿だったと言われています。2000年頃、出雲大社で発掘調査が行われました。その際に、地下から1248年頃のものと思われる巨大な柱が発見されたのです。平安時代の口ずさみという本には、うんた、わに、共産という言葉があります。これは日本で最も高い建物の順番であり、1位が出雲大社、2位が奈良の東大寺大仏殿、3位が京都の平安京大極殿を表していると考えられています。しかし、なぜそんなに巨大な神殿を作る必要があったのでしょうか。出雲大社の御祭神は、大国主の神とされていますが、日本神話には彼が登場する国譲りというエピソードがあります。大国主の神が君臨していた日本、足原の中津国を高間ヶ原の天照大神に献上する話です。高間ヶ原から送られてくる使者に抵抗しながらも、結果、国を譲ることにした大国主の神は、ある条件を提示しました。私の国をお譲りします。しかし、その代わりに私の引退後の住まいとして、神々が暮らすような立派な神殿を建ててほしい。それを聞いた天照大神は、この条件を受け入れて、現在の島根半島に立派な神殿を建てることにしました。これが出雲大社の起源と言われているのです。しかし、この大神殿については、平安時代から鎌倉時代にかけての約200年間だけでも、7回倒壊したという記録も残っており、鎌倉時代には現在の高さに落ち着いたと考えられています。当時の技術では、大神殿を維持するのは難しかったのかもしれませんね。そして、そんな国譲り神話を踏まえ、三つ目の謎としてご紹介するのは、出雲大社は
大国主の神の怨霊を鎮めるために作られたという説です。一体どういうことなのでしょうか。実は国譲り神話は平和的なものではなく、実際には大和王権が出雲国を滅ぼしたことを表しているのではないかとも言われているのです。出雲国、出雲王朝の存在に関しては様々な説がありますが、島根県の遺跡から大量の鉄剣などが発掘されているという事実もあります。つまり出雲国の主であった大国主の神を大和王権が倒し、その怨霊を鎮めるために天皇の御所よりも大きな出雲大社を作ったというのです。その根拠として出雲大社のいくつかの特徴が挙げられています。一つ目は出雲大社の締め縄の向きにあります。出雲大社の締め縄、特に神楽殿の大締め縄は名物にもなっており、全長 13.5メートル、重さは 5.2 トンという国内最大級の大きさを誇っています。そんな出雲大社の締め縄ですが、なぜか一般的な神社のものとは張り方が左右逆になっています。神社神道では神様に向かって右側が上位、左側が下位となっています。そのため一般的には上位の右側が内始めで、左側を内終わりとする張り方となっているのですが、出雲大社では左側が内始めで右側が内終わりとなっているのです。そもそも締め縄には神域と現世を隔てる結界という意味があると言われています。日本神話に登場する天照大神の天の岩戸隠れのエピソードで、再び外に出てこられた天照大神が二度とお隠れにならないように結界としての縄を張ったのが始まりとされています。つまりその結界である締め縄を逆に張ることで、大国主の神を閉じ込めるとともに自分が死んだということを自覚させているのではないかと言われているのです。そして二つ目は、南向きの拝殿に対して西向きに祀られている大国主の神です。この理由としては、参拝させないようにしている、怨霊はまっすぐにしか進めないから出られないようにしているなどといった説まであります。参拝者の正面にいる二角座御神は大国主の神がたたらないように監視しているのではないかとも。出雲大社は大国主の神を鎮めるために作られた、この説は否定派の意見も多く見られるようですが、ここで注目したいのが伊勢神宮の存在です。三重県の伊勢神宮は天照大神を祀る神社です。実は大和王権の根付いた畿内地方を中心として、出雲大社と伊勢神宮は対となる位置にあるのです。そしてそれぞれの神社を比較すると、不思議と対となる性質が見えてきます。天界の最上級神である天照大神と地上の最上級神である大国主の神、大和王権から見た伊勢神宮は東、つまり日の昇る方向、逆に出雲大社は西、つまり日の沈む方向。陰陽二元論をあえて用いて考えると、伊勢神宮は陽、出雲大社は陰の存在とも言えるのかもしれません。出雲という名前も、雲は太陽神である天照大神を隠すことができると捉えることもできます。対をなす出雲大社と伊勢神宮、そしてその間に位置する大和王権、果たして何か関係があるのでしょうか。いかがでしたか。古史古伝の上津文では、出雲王朝を開いたのはスサノオであり、大国主の神はその子孫であるともされています。実際に出雲大社の御祭神は大国主の神ではなくスサノオだった時期もあるそうです。現在でも
本殿の真後ろに鎮座している蘇我の社にはスサノオが祀られているのだとか。今回の動画でご紹介したことが真実かどうかはさておき、このお話を頭に入れた上で出雲大社を巡るとまた違った見方ができそうですね。古来出雲王朝にもいろいろなミステリーが眠っているので、当チャンネルでも改めてご紹介できればと思います。今後もぜひハテナ見聞録をチェックしてくださいね。